はい、今日はですねこちらの G350D ヘリテージエディション W463 の最終年モデルの限定車、こちらをですねご紹介の方していきたいというふうに思います。はい、その前に、はい、今日はゴールデンウィークですよ。あ、そうですね、真っ只中です ね皆さんいかがお過ごしですかね。お出かけされてる方も当然車を買いに出かけられてる方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、確かにゴールデンウィーク期間毎日何名か来ていただいてますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう今年は非常にですね、まあ、天気もいいですしね去年のゴールデンウィークの天気覚えてます？え絶対覚えてないですよね。え、もう今年は特に、ま、そうですね、天気いいですね。天気いいので、はい、はい、ね、そんな素敵なゴールデンウィークにこの素敵な G クラス、実はですね、あの一度ご紹介の方もさせていただいてたんですよ。ただ東京店からですね、実は愛知店の方に移動してきました。ということで改めてですね、もう一度こちらの素敵な G クラスご紹介の方していきたいと思います。改めて見てやっぱりこのプロフェッショナルブルー、めちゃくちゃいい色ですね。もうこのヘリテージの中で一番人気といっても過言ではないですよね。非常にいいですよね。かっこいいですね。ね、個人的にはなんですけれども、この最終年モデルも新しいね装備とかいろいろね、新しい機能がついてる中で、このプロフェッショナルブルーっていうこのカラーがクラシック感を出してくれてる、そういったところがね、中身は新しいでも見た目はクラシックっていう、そういったところが非常に魅力的な一台というふうに思っております。はい、でこのまずヘリテージエディションなんですけれども、実はね W463 からちなんでですね、限定463台の限定車、粋な台数ですね、粋な台数、はい、なってるんですけれども、で全部で5色あるんですよ。でその中の今回プロフェッショナルブルーということで、このプロフェッショナルブルーは寝ても覚めても160台、寝ても覚めても160台だけなんですよ。なのでもう今ないですよ、もちろんもう160台以上世の中には増えないという、そうですねね、もうその中の160分の1があるという。しかもですよ、しかもめちゃくちゃ綺麗なんですよね。状態いいですね。はい、いやまず外装なんですけれども、まあもちろんね、と言ってもまあ5年落ち5年経ってますけれども、うん、このフロントマスクとかフロントバンパーね、全然飛び石の着感じがねないんですよね。そうです。いやパッとさっき遠目から撮ってきた時すごいツヤ感あるなと思ってたんですよ。めちゃめちゃツヤ感ありますよ、青い部分もこのブラックの部分も。はい、それなんでか教えましょうか。はい、それなんでか教えましょうか。はい、実はこの G クラスワンオーナーなんですよね。ワンオーナー、はい、しかも屋根付きほか。なるほど、そういうことですね。うなずけますよね。はい、はい、やはりね屋根があるのとないので、まあ長期間経過した時にですね、このボディのツヤ感であったり、プラスチック類ゴム類の消耗具合劣化具合っていうのは結構差が生まれるんですけれども、うん、特に5年経ってる G クラスですもんね。はい、うん、そういったところでですね、非常にコンディションがいいヘリテージということで、まあ、状態のいいねこのプロフェッショナルブルーお探しの方はぜひ最後までですねご視聴いただければというふうに思います。はい、まあ、先ほど言ったようにまずね飛び石傷はほとんどね見当たらないという感じでございます。はい、ちなみに距離は何キロでしたか。距離はですねまだ33,000キロ台、少ないですよね。そうですよね、3万キロ台という低走行のヘリテージとなっております。はい、いや本当にねまず車が綺麗、外装綺麗なんですけれども、はい、まあ当然ねちょっとね小傷程度はあるので、まあ納車の前にはですね綺麗に外装磨き仕上げますので、さらに綺麗になるという。この限定車の特徴はやはりこのブラックアウトですよね。そうですね、まあ、バンパーであったりバンパーオーバーフェンダーね、アルミホイールでドアミラーですね、
はい、あとルーフも黒なんですよね、はい、うん、やっぱりこういったところがすごい遊び心がくすぐられる、そういうデザインというふうになっております。しかもまあこのプロフェッショナルブルーとね、ブラックがこういい感じのツートンになってますんで、はい、やっぱり人気がありますよね。そうです、はい、あとですね、やはりこの W463 中古車でやはり多いのはこのフロントガラスね、飛び石どうしても食らいやすいのでもう致し方ないんですけれども、今回ですねこちらのヘリテージは非常にガラスすごい綺麗ですね。通常もっと飛び石傷あってもおかしくないなと思うんですけど、うん、全然ね目立つものがない、距離考えるとすごいいい状態っていう、いい状態だと思いますね、うん、はい、はい、でタイヤの方もですね、はい、こちらまだね、7ミリ程度残ってますので、まだまだ長く使っていただけるタイヤですね、はい、消耗品もまだまだ大丈夫という感じでございます。後ろ回りなんですけど、後ろもブラックアウトされてます。まずまあバンパーですね、はい、リアバンパーと、あとこの背面タイヤのここのブラックね、本来シルバーのメッキの部分がブラックアウトで、あとこのバックカメラのここもねブラックアウト、そうなんですね、されております。やはり今新型の G クラス G400D のマヌファクトアエディションでこのプロフェッショナルブルーね出てるじゃないですか。人気ですよね。他のカラーと比べてもやっぱ100万円近くは少なくとも、同じ年式走行距離であれば100万円近く、やっぱりこのプロフェッショナルブルーね一つ抜けてますんでね、やっぱり今の新型でも人気カラーということは、もうこれがねこのカラーがどれだけ人気があるかっていうのはもうね新旧の G クラスで証明されてるっていう、うん、この前型のこのヘリテージが人気があるからこそ新型もっていうところですね。そういうことですねはい、まあ、本当に人気出るのがすごい分かりますよね、うん、はい、こんな感じでぐるっと一周見てきましたが、まあ、本当にですね、まず外装コンディション非常にいいなというところで車の正面に立たないでください、外装コンディション非常にいい、そういったヘリテージとなっております、うん、はい、こちらが内装になるんですけれども、いやすごい綺麗なのが分かりますか。こんな感じですね。このシートのねシワがほとんど入ってないんですよね、うん、あ、シートの状態いいですか。シートの状態もいいですね。やはりねずっと屋根付き保管だったので、こういう内装パーツ内装品もやっぱり色あせとか劣化っていうのは屋内か屋外ではどうしても差が出るところになるので、まあそういった観点でそういったところで見ても内装パーツの状態も非常にいいですね。このダッシュボードのところもまだというか黒してますもんね。そうですよね、うん、ダッシュボードのところもやっぱり日が当たりやすい部分なんですけど、うん、そこがね直射日光、まあ、いかに避けれてたかっていうのが状態で分かりますよね、うん、はい。でこの年式このヘリテージはですね、まあ当然本革シートとなっております。まあ、ブラックのね、はい、ブラックレザーシートという感じでですねなっております。いいですね、はい、このシンプルな形、うん、非常に座りやすいですよね、うん、はい。でもちろんサンルーフついてますね。サンルーフ革シートにサンルーフついております。ちなみになんですけれども、はい、このヘリテージならではの、はい、ヘリテージならではの内装の特徴ってありますか。あります。こちらです。ヘリテージエディションワンオブ463、はい、463分の1ということでですね、この限定車ならではのこのプレートついております。これいいですね。なんか特別感増します。特別感ありますよね、うん、はい。あとですねもう一つ、このインテリアトリムがですね、アンスラサイトポプラウッドという、実はこれウッドのインテリアパネルになってるんですよ。
ウッド調によりますね。よく見るとね、ウッドなんですよね。そうですね、ちょっとグレーがかってるみたいな感じの。そう、うん、こことはちょっと違いますもんね、こことは。そうですね、こことはちょっと違うんですよね、うん、こんな感じのゴミとなっています、はい、そう、ここも限定車ならではの、うん、ウッドということで。ここもそうですよね。そうですね、ここもね、ぐるっとなっておりますが、うん、いやまあ本当にね、いいですね。早速ですね、ちょっと中の方もご紹介していきたいと思いますだいぶ中紹介しましたけどはい。でこの、まず2018年式になりますと、このモニターがですね8インチっていう8インチのディスプレイになっております。結構ね大きな画面になってまして、 で、ね、うん、でこの8インチの方ですと何がすごいって、もちろん機能もね、ただ大きくなってるだけじゃないんですよ。 Android Auto、 Apple CarPlay、 それが対応してるので、このですねセンターコンソールの中にまああるんですけれども、うん、まあここでね線をつないで携帯に挿してあげると使えるんですよね。なのでスマホと連携ができるという、うん、そういったちょっと最新のね、もう今風のそういう装備っていうのももうこの年式ついております。はい。でまあやっぱりですね、こういうね、デフロックの方も今、デフロックの方は従来通りね、G クラスついてますし、もうこの前方までですね、この CD はい、CD がねありますね。入れれる場所もう今の新型ないですからね、うん、CD であったりとか、まあ使いやすいこういうエアコンの操作パネルありますし、はい。でもちろんですね、はい、こちら、あ、さっきの、はい、ここを開けるとですね、小物入れ、はい、ということは禁煙車ですね。はい、禁煙車ということでなっておりますので、もうこの車内の、車内の香りの方もすごいクリーンなね、はい、香りとなっております。この最終年の G クラスにはですね、いろいろ安全装備ついてますので、まあ、例えばですね、まあ、レーダークルーズであったりとか、パークトロニックセンサーですね、あとブラインドスポットであったりとか、そういった安全予防のそういった装備も多数装備されておりますので、なのでこのねクラシックな本当見た目なのに、こういう今のちゃんとした安全装備っていうのもついているっていうところで、非常にねおすすめなんですよね。しかもこのサイズ感ですよね、やっぱりちょっとちっちゃいですもんね、新型に比べて。はい、非常に取り回しのいいそういうサイズとなっておりますので、やっぱり人気高いですもんね。でしかも限定車ですからね。はい。でね、このダッシュボードの中にですね、はい、ここに ETC あります。あります。 ETC もあります。はい、ここねドリンクホルダーとしてご利用もいただけます。他にもですね、ここにあるんですよ、ドリンクホルダーですね。通称バスケゴールですね。バスケゴールですね。はい、ここにドリンクホルダーもついてますし、はい、いろいろ、はい、いろいろ装備も備わっております。でこのヘリテージエディションね、まあ今ナビもね ETC もついてますが、まああと皆さんドライブレコーダーつけられると思いますが、もうすでについております。ついております。はい、ユピテル製のですねドライブレコーダーもついております。はい、なのでもうこのまま、あともう一つこのレーダー探知機の方もですねついております。ありますね。はい、はい、ドラレコもレーダーもついておりますので、非常におすすめな1台という感じでですねなっております。はい、感じということで、後席の方もですね、はい、こういった感じですごいねコンディションがいいですよね。黒々してますね。黒々してますし、本当にシワがすごい少ないなっていう感じですね。はい。でこの W 前方の G クラスはですね、この後席のシート位置って前の前席より少し高いんですよ。高いんですね。高いんですよ、うん、なのでねちょっと乗ってみますと、
こんな感じでですね。お、確かに別に下げてるわけじゃないですもんね。はい、結構ねこの高い位置でこうね乗れるので、うん、この鉱石も非常にね楽しいですよ、乗ってて。確かに見晴らしいいですもんね。見晴らしがいい、はい、すごい見晴らしがいいんですよ。で鉱石もですねちゃんとここに、はい、センターにドリンクホルダー備わっております。あります。はい、アクセサリーソケットも備わっております。はい、ですごい、はい、あとですね、はい、後ろの席にもシートヒーター備わっておりますね。今はなき、はい、はい、これもまたレトロな感じでねいいじゃないですか。残ってますねレトロ感。はい、もちろん使用歴はないですね。すごい綺麗な状態になってるんですけれども、こういったねレトロ感も残りながらけど今風の装備も備わってるっていう、なんかほんとねいいですよ。本当にいいと思います。このヘリテージ非常におすすめです。はい、鉱石もねこういう感じで綺麗な状態となっております。はい、ではですねちょっとトランクの方も見ていきたいと思います。はい、こちらトランクルームになります。はい、すごい大容量のね、大容量のこのトランクルームなんですけれども、やっぱりねこの G クラス高さがある車なので、このね荷物結構高い荷物も詰めますね。荷物いっぱい詰めますんで、キャンプとかねお出かけにはもってこいの車かなというふうに思います。はい、ということで今日はこちらの G350D ヘリテージエディションご紹介の方改めてさせていただいたんですけれども、今愛知店の方でですねこちら車ありますので、ぜひですねご興味持たれた方はですねぜひお越しいただいて、この実車をですね見ていただいてですね、はい、試乗の方もできますので、はい、ぜひですねご来店の方していただければというふうに思います。なかなかこのプロフェッショナルブルー見れる機会も少ないので。少ないです。ぜひですねお越しいただければと、はい、見ていただければと。そうですね、まあやはりうちもですね当店もなかなかこう入荷する機会っていうのもやはり160台しかない限定車なので、うん、なかなか少ないんですよね。改めてですねこちらの年式から順番にお伝えしていきますと、まずですね年式は2018年式の走行距離3万3000キロ台で、カラーがですね人気色のプロフェッショナルブルーということで、で車検の方がちょうど5月で切れるタイミングですので、これは2年つけて販売させていただきます。車検2年付きということで、もちろん納車前にですねその車検の際に行う点検整備バッチリしてですねご納車させていただきますので、もう消耗品関係の交換ももちろんさせていただいてからのご納車になるので安心してお乗りいただける状態にさせていただきます。で気になるお値段の方なんですけれども、総額でですね1248万円で販売させていただきます。はい、もちろん購入時にかかってくる諸費用、車検の2年取得する費用、点検整備する費用、そういった費用もろもろ含んでますので、総額で1248万円となっております。はい、で日本全国ですねどこでもご納車行きますので、ぜひですねお気軽にお問い合わせの方お待ちしております。またこちらのヘリテージエディションの細かい画像だったりとかは概要欄のカーセンサーの方に掲載しておりますので、はい、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。はい、ということでですね今日はこの人気カラーのプロフェッショナルブルーの G350D ヘリテージエディションご紹介させていただきました。今日もご視聴ありがとうございました。